特別定額給付金その他私の動画についてコメントの方ありがとうございます。今日もねコメント返しをさせていただきます。では早速画面切り替えていきましょうか。はい、こちらのね右上の方にコメントが出てますんで、ここですね。今日は3つ目。はい、この特別定額給付金5万円支給に向けてに対して、お願いします菅総理、全国民に明日をください。本当にその通りですよね。やっぱりね、定額給付金が欲しいと言われる方の声が大きければ大きいほど、それこそね、1000万人、2000万人、3000万人、5000万人と声が増えていって、無視するわけがありません。今のところね、まだ声を上げている方が少ないんですよ。ですんでね、本当にお願いします。官邸にメールを送りましょうということで、官邸にどんどんメールを送ること、そして、菅総理のね、菅総理の事務所もあるじゃないですか。そちらの方にもどんどんメールを送ればいいと思うんですよ。できることは私たちやっていきましょうよ。ということで、もう一個コメント読んでみましょうかね。画面切り替えます。はい、次はですね、こちらですね。あ、これか。警察庁が動かないのとあります。これは山本太郎さんの大阪のどっか心斎橋かどっかで演説してるときに警察が妨害に入ったということですよね。警察庁が動かないのっていうか、警察庁の一部の警察官が来てるわけですから、まあ動かないですよね。どうなんでしょうね。ちょっと3つ目、次のコメントいきましょうか。これ麻生さんのやつですね。これなんて書いてあるんですかね。61位世代交代、国民舐めてるよねということでいただいてます。どう読めばいいのか分かりませんね。これグレンザンですか。グレンザン系遠征兼イベ61、ちょっと分かりません、すみません。本当にそうですよ。ちょっとね、すみません、コメントの意味が分からないところもあると思いますけども、国民舐めてるよねっていうことに対して本当にそうですよねと送らせていただきました。はい、次のコメントは、これですね。はい、久保哲郎さん、いつも動画ありがとうございます。自己紹介ありがとうございます。やはりネットビジネスが一番稼げるんですね。自分も YouTube には登録していますが、どのようなタイトルで作成したら久保さんのように成功できるのかなって考えてました。やはり勇気を持って何かしら動画を作らないと一歩は進めませんよね。特別定額給付金一律5万円10万円の再給付に関してのメールは首相官邸に毎日送らせていただいています。菅総理の決断が一番です。そうですね、10月26日から臨時国会召集で第3次補正予算に特別定額給付金一律5万円10万円の再給付が追加になるように官邸にメールですね。やはり新型コロナウイルス感染者がいなくなるまでは経済対策、景気回復、全国民の生活面に対しての再給付は必要ですし、失業者も全国に大勢いるので、菅総理には全国民の民意の気持ちを受け止め示唆したり頑張るとおっしゃった以上は決断して行動に移すべきだと思いますと。長文ですみません。あとお子様可愛いですね。自分も現在44歳独身なので、久保さんのようにお嫁さんに探しては一人ぐらいは子供欲しいですね。あ、いいですね。はい、ありがとうございます。どこに行っちゃったかな、今のコメント。はい、嬉しいです。返信、今回はですね、44歳で独身の男性の方だと思います。竹明 TV チャンネルという方ですね、コメントいただきまして、私はね、この方にちょっとこの方向けの、動画返信をさせていただこうかと思いますので、ちょっとお待ちくださいね。ということで今回もこのぐらいにしときましょうか。以上でございます。ありがとうございました。